ペペメルコと、ホセメル・ペレスは、スペインのサッカー指導者。現役時代はフォワードであり、レアル・マドリードのユースでプレーした。CD ・カステリオン、レアル、ベティスなどでプレーし、1998年に35歳で引退した。1999年により、マドリードの CD ・コスラダ監督に就任。レアル・ムルシア、CD ・テニリフェなど、セグンダ・ディビシオンのチームを、 多数引いた。ラーヨ・バジェカーノでは、チームのセグンダ昇格に尽力するも、成績不振で2010年2月15日に、解任された。2010から11シーズンより、レアルベティス監督に就任し、チームを、セグンダ優勝、プリメーラ復帰に導いた。講師両面で、ハードワークを要求し、ベニャ・エチェバリアなど、若手選手も抜擢する。2013年12月2日、 成績不振により解任。2014年1月9日、プレミアリーグのウエストブロムウィッチアルビオに FC の監督に就任、自身初の国外での指揮になった。なんとか一部残留は果たしたものの、17試合で3勝、6分け8敗という結果に終わり、シーズン終了後に退任となった。12月20日、 ベティスの監督に復帰した。ウェストブロムシン監督はメルに決定ゴール2014年1月10日。WBA、メルが5ヶ月で退任ゴール2014年5月13日。ベティス、メル氏の監督復帰を発表ゴール2014年12月21日。ありがとうございます。